皆さんこんにちは、武田塾の川野です。清水です。今回は注意散漫な人に見てほしい動画です。注意散漫な人、例えばどんな人でしょう、はい、勉強してるけど、うん、他のことにすぐ気が散っちゃうとか、うん、一つのことに集中して持続的にやれないと、うん、一つの問題集仕上げるって、まあ、1単位やっぱ30分とか1時間かかる場合あるじゃないですか、うん、その持続ができないみたいなケースだったりとか、あとはやっぱり、まあ、あれこれ手つけちゃうとか、うん、勉強してはいるけど、あこっちの参考書、あこっちの科目みたいになっちゃったりっていうパターンだったりとか、あとは注意散漫とはちょっと変わってくるんですけど、わちゃわちゃした勉強してる結果嫌いな科目を先延ばしにしちゃったりとか、うん、結局全然やらないみたいなことになっちゃったりとか、まあ、無計画みたいなことも言えると思うんですけど、うんうんうん、行動が衝動的な感じですかね、うん、みたいなイメージの人です。どうなんでしょうか、今見てる子の中で自分かもって思った子は結構いるんですかね。この動画ではそういう人がどういう風にやれば集中力を持続して勉強で成果を出しやすいかって話をしていこうかなと思ってます。次、余談なんですけど、カノさん、あの ADHD ってやつ知ってます？ ADHD、 注意欠陥多動性障害っていう名前のもので、はい、大学のあの教職のやつとかでも勉強したんですけど、うん、コメントとかにも自分 ADHD かもとかよくつくんですけど、はい、この前私メンタルクリニックに行ってきまして、診断を受けてみたんですよ、うん、結構そっちかもと思って前々からそうじゃないかっていう話はありましたけど、はい、まあ、やっぱり人間ってなんか特性があると思うんですよ、はい、障害っていうのはもう実生活でめちゃめちゃ障害が出てる場合に障害っていう風な形になって、そこまで行ってなくてもそういう傾向にはあるよねっていう人は多いと思うんですよ、うん、そういう人って受験勉強の中でもハードルがあったりとか、集中力が続かない結果なかなか勉強で成果が出しにくいっていう人は多いのかなと思っていて、はい、でもちろんその ADHD なんて僕受験生の時も知らなかったですし、はい、大学生になって初めて知ったぐらいなので、うん、そういう人とかがあそれ自分タイプかもって思って、うん、こういう風にやればうまくいくんだっていうきっかけにできればなという風に思っております。まあ、確かにね、清水先生とねあの一緒にプライベートでいるとね、はい、めちゃくちゃいろんなことに気が散りまくるし、はいはい、計画性も全然ないし、はいはい、おい大丈夫かよみたいな、はいはい、それでもこうねうまく受験を乗り切ったりとか、今も計画的にね仕事をしっかりとこなすっていうのができているというので、そういった特性があったとしてもうまくそれに向き合って解消するやり方があるんだっていうことなんですね、うん、はい、そうです、うん、本当にあの困ってる人は病院とか行ってもいいと思うんですけど、それでさせるのってもちろんあの薬物療法とかもあるんですけど、まずは基本行動療法なんですよ、うん、あと環境療法とか、はい、つまり周りの環境設計だったりとか普段の行動の工夫によって解決することの方が多いよねっていうのが基本的なんですね、うん、学校現場だとそれをどうやりましょうみたいな話が教職でやるんですけど、はい、っていうのって我々が普段喋ってる要は習慣化の話みたいなことなんですよっていうところをちょっと改めて話していこうかなと思ってます。こういう傾向の人ってなんでそうなるかっていうと、うん、興味が移りやすい、面白いことに飛びつきやすい、うん、まあ、そういう感じの人たちなんですよ。確かに、わかりますね、うん、伝わるも何も清水、はい、さんと話してると、はい、もうね話がとっちらかしりまくる、あそういえばねこの前みたいなめっちゃ面白い話バンバン出てきて、はい、今何の話だっけみたいな時ありますよ、はい、そういうことですよね。そうですそうです、うん、まあ動画とかはねテーマが決まってるんでそれについてオラオラ喋って、うん、あの編集の皆様のおかげでね、うん、あの皆さんに何とかお伝えできてるんですけれども、うん、やっぱ興味は移りやすいですよ。いやそうですよ、だから我々ねプライベートでね2人で話してても何時間でも行けますからね、朝になってますから、ね、気づいたら無限に喋れますよ、うん、昨日も大学の同級生と久しぶりに会ってご飯食べてたんですけど、もう気づいたら6時間とか経ってましたからねっていう人なんですよ、はい、まあでも逆に言ったらいろんなものに知的好奇心を持ちやすいタイプなんで勉強に相性がいいとも言えるんですね、うんうん、ただそれがうまく発揮できてない時に困ったりするわけなんですよ、うん、なのでそういう人はこれから言うことを全部試してほしいなと思います、はい、でまず一つに究極っすよ、5教科7科目受けるとして、うん、全部の科目が大好きであれば、うん、これ何も困らないと思うんですよ。だって好きなことずっとやってればいいんだから、うん、ゲームずっと、ね、そうやってればいいだけ、うん、でまあ僕が受験生時代の話でいくと、まあ、日本史なんですよ。日本史だったらもういくらでもできます。原社も結構いくらでもできたんですよ、はい、社会大好きだったんで、うん、で一方でいくらでもできない、興味を持てない古文です、うん、きつ面白くねえもん面白くねえって言うな違う思ってたんですよ。あ思ってたんですね、はい、よかった、今古文苦手な子をどうにかね頑張ってもらおうとして、はい、今一生懸命頑張ってるんですから。これ義務感でできる人はいいんですよ。あ古文も受験科目で大切な科目だから、うん、一定こういう参考書やって、うん、一定時間一日の中で最低やらなきゃだよねってできる人はいいんですけど、うん、そういう感じで動くのが苦手な人が多いんですよ。そういうものだからでは納得できない俺はそんな意味もわからん科目を勉強する気がなれんというふうに思考回路は働くわけです。古文が意味があるかの論争は置いといて、うん、じゃあどうすればいいかと、うん、でも古文はやらなきゃいけないわけじゃないですか、うん、ってなったらまず古文がどう面白いかを追求することにまず時間を使った方がいいです。面白さが見つければあこれちょっと面白いかもってなって興味を持って取り組めるんですよ、うん、なのでまあ古文に限らないですけど、じゃあ科学ちょっとなと思ったら科学がどう面白いかっていうことをまず考えてみたりとか、うん、数学がどう面白いかどう役立つか、まあ英語、まあ、どの教科もそうですけど、うん、っていうことを全科目に対して一回考えてみる時間を作ると結構できちゃったりするんですよ。これめちゃめちゃおすすめですね、うん、指導者というか、まあ、それこそ分かりやすい授業みたいなの役割ってもうそこしかないでしょと僕は思ってるんで、まあ、そういう意味ではスタサプ見てもらって、学校の先生が授業下手で面白くないだけの可能性もあるわけですよ。で本当に面白い授業を受けたら面白いってなる可能性もあるし、あとやっぱね参考書ですよね、うん、なんていうのかな、学校教材面白くない
喋りが面白い予備校の先生が作った教材って実際読んでも面白いもの多いじゃないですか、うんうん、まあ古文で言ったら富井先生のやつとか、うん、岡本先生って実際読んでても、お、古文って結構面白いなってなるような切り口だったりするんですね。なのでこういうのを早めに気づいてほしいなって思いますね。まあ、確かにでもこれって大事なことかなと思って、はい、その勉強を好きになるとそれ以降の効率はめちゃくちゃ上がるって本当にあって、うん、好きこそものの上手なんです。でもうなんといってもね、はい、自分もね今でこそね世界史オタクだったと、はいはいはい、言ってますけど、うん、最初世界史めちゃくちゃ嫌いだったんですよ。へえ、ちょっと最初とっつきにくいっすよね。でもう高校入ってね世界最初嫌いだからすごいね落ちこぼれてたんですよ。こんなカタカナばっかり覚えられねえよと思って、うん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 、日本史絶対選んでやるからなって思ってたんですよ。はいはい。でただねある出会いが人生変えてしまったわけです。それは誰と出会ったんですか。これはね何かっていうと、はい、あるね映画なんですね。300レッドっていうこちらのね。あー知ってるわ。あめっちゃ戦うやつ。そうめっちゃ戦うやつはい、はい、まあこれねあの古代ギリシャのアテネとかね、うん、スパルタとか出てきて、うん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 、まさにそのスパルタのね話なんですけど、はい、ファランクスっていう重装歩兵部隊が、はいはいはいまあ、当時活躍したって言われるんですけどこやつそうそうそうでこんなやつでそんなのがさ急にさ登場したから何なんだよみたいな、はい、そんな圧倒的の数の力に勝てねえだろうとか思ってたわけですね、うんうんうん、でそれがじゃあどんな風に組まれてどんな風にうわーって敵が来た時にどういう風に立ち向かっていくのか、うんうん、それ見たらこれすごいなみたいな、うん、そりゃこれ強いよみたいな、はいはいはい、で当時の戦況ひっくり返したのこれは納得だかっこよすぎるって思って、うんうん、あ世界史ってもっと知ったらこれ面白いんじゃないみたいな、はい、ただのそれカタカナって捉えずにそれが何なのかもっと知ってみようかなって思ったきっかけそれだったわけですね、うんうんうん、なるほど。それで思い出しました、うん、私そもそも日本史好きって言ったじゃないですか、はい、きっかけ大河ドラマなんですよ、うん、風林火山っていう、うん、出た内野洋輔山本勘助役やってて、うん、市川亀次郎が武田信玄やってたやつなんですけど、うんうん、かっけーやつロマンだと思って武田信玄が大好きになって、うん、戦国時代が好きになって、うん、その延長で日本史が好きになったんですよ、ね、こういうきっかけって大事っすよ、ね、いや大事だよこれねスポーツがでもそうじゃないですか、はい、自分ねバスケ好きなんですけどそのきっかけってスラムダンクだしねみたいなね、はい、この前あの洋楽が英語の勉強に意味があるかないかとか、うん、あの動画出したら、うん、洋楽なんか勉強したところでそんな英語すぐ得意なわけねえだろって怒られたんですよ、うん、コメントで、うん、いやそうですよ洋楽聞いてるだけでは得意にならないんですけど私が言ってるのは洋楽を聞くことによって、うん、あ英語ってなんかかっけえなみたいな、うん、なんか内容わかるな、うん、エモいなみたいなまあ英語じゃなくてもいいんですけど英語を使った曲ですよねとかを聞くことによってあ英語好きかもっていう風になることが大事なんですよ。そうでちなみにこれ中学校の時に中学校3年生の英語の担当の先生が毎授業で洋楽を1曲ずつ流すんですよで本当に英語好きになって、うん、そっから英語無双して高校受験乗り切ったんですね。なるほどね。これはね大事な、うん、あとは映画とかもそうじゃないですか、はいはい、海外の映画とかドラマ見てうわかっこいいなみたいなそのまま英語で理解できたらめっちゃ面白そうだとかっていうのもやっぱ英語好きになるきっかけだったりするんで、うん、そういう入り口ってすごい大事だと思いますね、はい、西先生もそうですね洋楽とかありじゃないですかって言ってたと思うんですけど、うん、やっぱそうだと思うんですよ。歌か映画かその辺で好きなものが見つかれば一番いい。例えばワンオクとか時々英語入れてるじゃないですか、はいはいはい、発音結構いいしさ、はい、ああいうフレーズでもいいから覚えちゃうで一緒に歌っちゃう Don't be afraid でもいいから歌っちゃうとにかくね、うん、何らかの楽しいを見つけることこれはまあ勉強の基本です。最初 ADHD みたいな話しましたけどそういうのだろうがなかろうが面白いって思って勉強した方が成果は絶対出やすいと思いますしやっぱり受験勉強の苦が減るじゃないですか、うん、そういう風に皆さんには勉強に向かってほしいなと思って塾講師やってます。はい。面白さに気づき興味持ったら普通の人よりハイレベルで仕上げることができるんで、うん、あとはそれをどうバランス取ってやっていくかって話ですね、うん、1つ目とにかく周囲をそらすものを徹底的に排除してください、うん、というのがもう何よりも大事です。なるほど。環境作りってことですね。はい、まあ、これが最初に言った環境療法に近いようなものなんですけども、はい、まあ、例えばそうですね基本的に今までも何回も武田塾チャンネルでお話ししてきたこととしてはやっぱり家集中できないよね、うん、これはやっぱり注意をそらすものが家って多いんですよ、うん、ベッド一つ取ってもそうですし小学校の時に読んでた漫画とかふと目に入っちゃうとか、うんうん、あとはなんかどっちらかってるなと思ったら掃除してーなみたいな衝動が起きてしまうわけじゃないですか。だから家は出た方がいいんですよ。掃除しなくていい場所に行った方が。でそれが具体としては自習室だったり図書館だったり、まあ、カフェだったりとか、うん、そういう場所なわけですね。そういう風な工夫はもう大前提なんですよ。でこれ結構今まで話してきたのでもうちょっと踏み込んで今日話そうかなと思うんですけども、うん、集中力を阻害するもの友達です。注意散漫な人にとって受験勉強と向き合う上で仲のいい友達は申し訳ない排除するしかない。そうなんすか。はい、友達やめろって意味じゃないですよ、うんうん、勉強するときはもういないとこでやるしかないっていう意味です。ね、でこれどういうことかっていうと例えばじゃあ Mac でみんなで勉強しましょう。え無理です。喋っちゃいます、うん、不可能なんです、うん、なのでそもそもとしてそういう場所でやるのは無理。カフェとかでやるしも一人で行くべしというふうに思ってますし、これちょっと深い話なんですけど、うん、自習室ってあるじゃないですか、うん、学校によっては。で私の学校もあったんです。で塾にも自習室あるじゃないですか。これってちょっと違うなって思うところがあるんですけど、はい、なんか分かります。この違いやっぱりそこにいる人が違う。そうなんですよ、うん、
結論から言うと私学校の自習室1ミリも集中できなかったんですね。使ってはみたんですけど、うんうん、それなんでかって言ったら、まあ、結構たくさん友達がいたのでやっぱりみんな自習室とか行って勉強してるわけですよ、うん、そうするといろんな知り合いがいるんですよ、この視界の中にもう気が散ってしょうがないですよ、うん、あ、今僕見られてるかなと か, だから好きな子とか言ったらもっと気になっちゃうじゃないですか、うん、まあね、もう勉強じゃないよ、そしたらもうね、そう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 、うん、ちょっと目線ちゃうちゃうみたいな何やってんねみたいな話なんですけど、うんうん、それも注意をそらすきっかけなんですよ、うん、まあ、つまり視覚的に注意をそらすものがない場所、まあ、うん、武田塾の個別ブースとかよくあるじゃないですか、うん、それ、まあ、周りが見えなくなる状況じゃないと、まあ、無理っていうことなんですよね、うん、で塾ってそんなにみんな友達とかじゃないじゃないですか普通、うんうん、いろんな高校から通っててみんな受験勉強しに来てるんだから、うん、まあ、多少知り合いとかいるかもしれないですけどそんないっぱいいるとかじゃないじゃないですか、うん、だから塾の自習室の方が比較的勉強をはかどる人が多いんだろうなっていうふうには思うんですよね、っていうのがやっぱ大事だというふうに思いますね。で私結果だからスタバでやってたじゃないですか、うん、私の特性を考えると生き残る手段はスタバしかなかったんですベローチェとかそこにはなぜなら友達がいないからっていうことで今考えるとなんか自然とそれを感じ取って動いてたんだなっていうふうに今振り返って思いますっていうような形で自分がまあ集中できない場所ってもう分かるじゃないですか人生経験上、うんうん、そういうとこを避けてどういう場所だったらできるかを設計していく、これが非常に重要になってくるかなと思いますね。もう普段からもう自分がここ集中できないなと思ってるところで集中しようって頑張っても、はい、結構ね身を結ばないことって多いんですよね。そうなんです、そうなんです、なんか無理なことをやろうとしちゃってるみたいな、うん、それはやめといた方がいいんですよ、うん、そこはもうしっかりと割り切って、まあ、自分が無理だなと思ったらじゃあ自分ができるところは何だろうなっていうふうにどんどん探していくと、これが大事ですね、うん、そうですね。であとは今はまあ視界的な、うん、まあ、空間みたいな話でいきましたけど以前鹿野先生とあの勉強中に音楽がみたいな話でやったじゃないですか、うんうんうん、まあ、いろんなコメントありましたけど、うん、いいわけねえだろと論外だわみたいなぐらい厳しいやろご指摘もいただいてるんですけど、うん、違うんですよ、うん、気になっちゃうんですよ周りのとかね、はい、無理なんですよ、うん、無音は無音で結構それはそれでちょっと厳しい、無音とかないですかね、無音の中にカリカリする音ありますからね、うんうん、なるほど。で試験本番を考えると確かにそういう場所でも集中できなきゃいけないっていうのはまあ間違いないおっしゃる通りであるんですけど、どうしても厳しい場合、まあ、これ本当に人によるんですけど、うん、やっぱノイズキャンセリング的なことも音のシャットアウトですね、うん、みたいなことも必要な人はやった方がいいと思いますね、うん、まあ、耳栓とかでいけるんだったら別に音楽じゃないんでできればいいと思いますし、うん、今あの AirPods Pro を筆頭にノイズキャンセリングイヤホンって多いじゃないですか、うん、あれ本当にすごくて、うん、音を減らすとかじゃなくて消すんですよ、うん、反対の周波数みたいなのを出して消してくれるんですよね、うんうんうん、あれマジで本当僕の人生結構変えてくれてるなと思ってて、うん、地下鉄って都市部とか住んでる人ってよく乗ると思うんですけど、うん、うるさくないですか。確かに言われたらね、銀座線うるさって思いながら高校通ってたんですけど、確かにそんな気にしたことなかったですけどね、まあ、特にあのコロナ禍とかで窓開けてたじゃないですか、うん、よりうるさいんですよ、ま、それはうるさかった、もう本当にまず超ストレス溜まるみたいなレベルだったんで、うんうんうん、そういう時にアクティブノイズキャンセリングとかになるとマジで無音に近い状態になるんですけど、ちょっと残っちゃうんで、それで逆に音楽とか流すともう本当にシャットアウトできるみたいな、うん、環境でじゃないと例えば単語帳とか集中できない場合もあったりすると思うんですよ、うん、音をシャットするっていうのも、まあ、こういう傾向にある人は考えてみた方がいいとは思います、はい、ガヤガヤしたところでそもそもあんまやらない、もしくは、耳栓的なことをする、まあ、こういったことも考えてほしいなと思いますね。まあ、余談なんですけど、うん、あの私は結構韓国ドラマハマってまして、まあ、愛の不時着とかいろいろ見てるんですけど、Netflix、うん、まあ、にあるウヨンウ弁護士は天才肌とか、うん、あとはムーブトゥーヘブンとか、まあ、この辺韓国ドラマで、うん、別にそれ自体はどうでもいいんですけど、はい、主人公があの AST 系の主人公のドラマなんですよ、はい、2つとも、うん、でもう2人とも結構な頻度で耳まふしてるんですよみたいなことですね、うん、やっぱりそういうその音がすごい気になって目の前のことを集中できない人はイヤマフとかしたりとか、あのムーブトゥーヘブンっていうのは遺品整理師の話なんですけど、うん、クラシック聞きながら遺品整理するみたいな、まあ、ドラマなんですよ、うん、まあ、ちょっと雑なんですけど、うん、っていうような感じで、まあ、目の前の作業に集中するみたいな工夫をしてるところもあって、別に AC の話を言いましたいわけではないんですけど、うん、やっぱり場合によってはそういうことで、まあ、環境療法をする場合もありますよ、まあ、行動療法かな話です、はい、3つ目はタスク整理の時間を必ず作るでございます、はい、まあ、あのとっちらかりやすいので、はい、そのポイントポイントではもうその時に集中できるものを全力でやるでもいいんですが、やっぱり長期的には足りてないものだったりとかバランスだったりとか本当に進んでるかとかを見直す時間はやっぱ絶対作んなきゃいけないんですね、はい、計画がない人はすごいビチビチの計画をしっかりやるまではできなくっても、うん、今までどう進んだのかなとか見直すとしたらどうかなってことはもうデフォルトでなんか時間を作らないとやらないので、もう固定の時間決めてほしいです、はい、何曜日の何時からは1週間の勉強の成果だったり来週の予定を確認する時間みたいなのに作ってほしいなと思いますね。これはしっかり守れるものなんですか。いや守れないです。あ守れないんです。これ難しくて、はい、100% 達成は基本しないと思うんですよ、はい、計画立てたとて、うん、まあおそらく1週間の中でいろんな注意をそらされるきっかけがあったりとか、はい、あこっちやりたいってなっちゃうと思うんで、はい、もうそれしょうがないんですよ、うん、だから方針の確認はしようねっていう話ですね、はい、全体戦略から考えてそこから大きくずれない程度の軌道修正みたいなことは毎回してってねっていうことです。本当に決めた内容 100% 全部やるまではできなくても、まあ、7割ぐらいは達成したかな、うん、で逆に余計なことだけど本当は来週やろうと思ってたけど今週それ先んじてやっちゃいましたみたいな、まあ、別にそれはそれでいいわけじゃないですか、うん、っていうその状況確認のことをやると、まあ、優先度とかを考えながらいろいろ勉強どちらかりやすいけど、その中でも、まあ、これやらなきゃねってことを優先的にやりやすくはなると思うので、うん、そういう時間は絶対やってほしいな
だと思うんです。完璧に計画通り勉強しようと思うと逆にできなくてストレス溜まるんで、それだけに目指さない方がいいまであります。ある程度自分の性格をやりながら計画性をちょっと取り入れていくみたいなのが、まあバランスいいんじゃないかなと思いますね。そしたらあくまでベースとしては計画を立てて勉強するっていうのが、まあ受験においてはね一番やっぱ推奨はしたいけれども、そうですね、特に長期的には間違いなく、うん、はい、だそれがなかなかこううまくフィットできない特性を持っている場合には、うんうん、まあできる限り取り入れてうまくやっていこうっていう話ですかね、はい、そうですね、うん、あとはやっぱり大事なのはルーティーンかなと思いますね。思うがままに勉強したら、まあ、どちらかっちゃうってことなんで、うんうん、例えばあの以前も話しましたけど、行きの電車は古文単語の時間、帰りの電車は熟語の時間みたいに、もう自分のマイルールをどんどん作っていく、うん、これは行動療法ですね、うん、とかあとはまあ朝始めたら必ずこれからやるみたいな、自分に適したまあルーティーン習慣っていうのをある程度構成してって、でそれもすぐすんなり全部それぞれできない人は思うんですけど、徐々に徐々にできるようにっていう工夫とか努力は大事なんじゃないかなと。はい、もうぶっちゃけ以前も話しましたけど、無理なものは頼っちゃった方がいいということなので、計画性の部分は例えば武田塾みたいなコーチング系の塾に頼りながら、自分が目の前のことにもう集中すると、うん、もう可能な限りやり散らかしたとしてもそれを整えてもらうみたいな、でそれが結果受験に間に合うように調整していくみたいな、っていうようなやり方でも、まあ別に受かることがまあ一番大事だとは思うので、これじゃなきゃ計画法じゃなきゃダメとかあんまり決めつけすぎずに、まあ自分の特性を考えながらやる方がいい場合もあるかなと思いますね、はい、まあ、確かに、まあ、これまで見てきた子でもこうどうしても自分だとやっぱどちらかっちゃう、なかなか計画的にできないからっていうことで武田塾に来て、まあ、それでねある程度こう毎週毎週の宿題を決めてやるようになったら、ちゃんとそれにフィットして、うんうんうん、計画的に勉強進められるようになったって子はやっぱりいますね。そうですね、まあ、やっぱりだからそういう子も武田塾って結構通ってくれるじゃないですか、はい、まあ、我々1週間の方針示してあげるんで、それがもう 100% ピッしっかり計画通りにいかないまでも、うん、1週間の大枠としてはそっちの方向に進んだよねってなるだけで受験としては結構いいんですよね、はい、もうちゃんと成果は出てるんで、うん、でそこでできなかったところをまた来週組み直してやっていく、手が負えなかったところはそこからまたやり直したりとか、うん、まあ、少し片方に偏りすぎてたらその宿題は出さないでこっちを集中しようみたいなバランスを取ったりするんですけど、そういう人には本当に向いてる塾だなとは思いますね。ということですね、まあ、一般的 なんか正しい勉強法というか、うん、いい勉強法というかあるじゃないですか、はい、計画を立てて1日のスケジュールやってきっちりそれ通りこなしましょう、コツコツ積み上げて計画的に勉強しましょうとか、うん、やらなきゃいけないことはしっかりやりましょうとか、必ず期限を守りましょうとか、うん、それ違うから期限通りにやりましょうとか、うん、まあそれできたらいいんですけど、うん、苦手な人って本当に苦手なんで、うん、特性上、うん、なんで苦手だからできなくていいよねとはならないんですけど、ストレートにはど正面から攻めてもダメなんで、どうやったらそれをそういったものに近づけていけるのかっていうのは、自分の性格とか今までの行動のパターンとかを考えながら工夫してみるきっかけにこの動画がなればなというふうに思っております、はいはい、でも今回ね、はい、まあ、清水先生のこの話を聞くと、まあ、なぜ清水先生はここまで普段からね習慣化が大事だとか、まあ勉強の効率化とか質の話してきたかっていうのはね、やっぱり自分自身の経験からまあ、それが必要だっていうのを実感して、はい、まあ、こうそれをね受験生に伝えてたんだなっていうのがやっぱり分かりますね。そうなんです、そうなんです、だからそれをある種自分の特性を理解してコントロールできるようになると、逆に言うとそういう人にしかない強みもあったりするので、それを生かしてまあ勉強だったり、まあかつまあ、社会活動だったり仕事とかできるんですよ本当に、うん、まあ、それで苦労してる高校生とかはぜひこれを見て、まあ、高校生受験生とかは見てほしいなと思いましたね、まあ、ということでですね、うん、まあ、自分の受験経験や受験とかじゃないですね、もう人生ずっとそうなんですけど、うん、とか、まあ、そういう人って僕の周りにも多いんですし、この前高校の友達と会ってた時にやっぱそうだよねって言って、うん、あ俺もそうだよみたいな話になってたんで、うん、割と、まあ、一般化されるというか、なんか障害って響きが良くないですね ADHD とかってね、うん、なんかそれ特性なんで、それメガネがない時代にメガネが必要程度の視力が悪い人って、うん、もう その時代は障害だったと思うんですけど、うん、メガネかければ障害ってならないですよね、うん、コンタクト入れて終わりみたいな、うん、っていうようなのがやっぱ勉強の工夫とかにもあったりはするので、まあ、そういった形で自分の特性が弊害にならないような行動パターンっていうのをぜひ選んでほしいなと思いました、はい、実際 ADHD とかに、ね、すごい気になってる人はこの辺の本とかすごい読んでよかったな、一応ご紹介していこうかなと思います、はい、ということで、あ確かに自分そういうタイプだわという人はですね、今回の動画を参考にうまく自分をコントロールして勉強できる方法を見つけてみてほしいなと思います。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。